日本船舶振興会は海上保安従事者の資質の向上と多様化するこれからの時代の要請に応えるべき人材の養成を図るため、このほど笹川記念海上保安教育援助基金を設置、その発足披露式が6月14日巡視船みずほの甲板で行われました。本日は日本船舶振興会のご配慮により笹川記念海上保安教育援助基金を設置いただきました感謝の意と、その喜びを込めた発足披露式にお招き申し上げましたところ、皆様には公務ご多端にもかかわらず遠路はるばるご来場いただき誠にありがたくお礼を申し上げます。ありがとうございました。笹川会長より大久保海上保安協会会長に金の目録が贈呈されました。笹川記念海上保安教育援助基金の設置に際しまして、異次元ご挨拶申し上げます。海上保安業務は海の安全防犯海洋環境の保全はもちろん、領海の確定など国にとって大変重要な業務であります。この重要な業務に身の危険も顧みず日夜活動され、その任務を果たしておられます海上保安庁の職員の皆さんに、私は最高の敬意と最大の感謝の誠を捧げます。この度財団法人海上保安協会を通じまして、この有益な事業に日本船舶振興会が全面的にご協力できましたことを心から喜んでおります。海上保安庁は今年42周年を迎えまして、43年目に入っているわけでありますが、明るく安全で明るく美しい海を目指して、その時々の社会の要請に的確に応え、その責務を果たしてきたと思います。今後はこの笹川記念海上保安教育援助基金をできる限り有意義に活用させていただきまして、海上保安教育のさらなる充実を図ってまいりたいと考えております。この基金は海上保安大学および海上保安学校教官の海難防止や航行安全対策に関する研究助成、学生の課外活動や講演会などの開催、機材の整備などに役立てられます。